皆さん、こんにちは。今回はナンバーアイの世界での反応と批判が殺到している理由についてさらに深掘りしていきます。まずナンバーアイの世界での反応ですが、デビュー曲ゴートのミュージックビデオは公開から3日で1000万回再生を突破し、現在は4511万回再生を記録しています。 YouTube のデイリーランキングではグローバル1位を獲得。メンバーの平野紫耀さんに関しては世界的なファッションブランドルイ・ヴィトンとパートナーシップを結び、イヴ・サンローラン・ボーテのアジアアンバサダーに就任。パリで開催されたイベントに出席し存在感を見せつけました。さらにインスタグラムのフォロワー数千220万人を誇るアメリカのラッパースウェーリーやイギリスのポップスターデュアリパとのツーショットを披露するなど、世界の平野をアピールしています。平野さんの世界的な活躍ぶりは目を見張るものがありますが、果たしてグループとしてのナンバーアイの実力はどうなのでしょうか。ここでナンバーアイのデビュー曲ゴートについて詳しく見ていきましょう。ゴートはグレイティストオブオールタイムの略で、スポーツやエンターテインメントの分野で最も優れた存在を指す言葉です。つまり最高到達点という意味合いを持っています。全編ラップで構成されたゴートは強烈なヒップホップテイストを前面に押し出した意欲作。メンバー自身も曲が流れるだけで勝手に体が動き出す、今の自分たちのスタイルを見せつけていくと胸を張ります。激しいダンスとラップを繰り出しながら I am the new GOAT と歌い上げ、自分たちが最高の存在であることをアピール。その振り付けを担当したのは BTS や TWICE などの K-POP アーティストも手掛ける世界的なコレオグラファーリエハタです。まさにグローバルに挑戦できる一曲と言えるでしょう。しかしその一方で GOAT という曲に目新しさがないという指摘も上がっています。実は過去にも GOAT という言葉やグレイティストオブオールタイムというフレーズを曲名に冠した楽曲が複数存在しているのです。例えばラッパーのエミネムには GOAT リスペクトザ GOAT などの曲があり、 LL クール J も GOAT グレイティストオブオールタイムというアルバムをリリースしています。さらに昨年、韓国のボーイズグループ80s がバウンシーというミュージックビデオの中でゴートを題材にしていたことも話題となりました。こうした前例の存在がナンバーアイのゴートに対する批判につながっているのかもしれません。またせっかく世界を狙うのであれば、なぜ英語詞にしなかったのかという疑問の声も。日本語詞だとどうしても日本国内のリスナーが中心になってしまいます。実際 YouTube のコメント欄を見ても日本語が圧倒的に多いのが現状です。もちろん日本語の歌詞でも世界に通用する可能性はゼロではありません。しかし英語という世界共通語を使うことでより多くの人々に直接メッセージを届けられたはず。そこにこだわらなかったことが本気で世界を目指しているのかという疑念を招いている側面もあるようです。とはいえデビューしてからまだ日が浅いナンバーアイ、今後世界戦略を本格化させていく中で英語版の制作やリリースなども検討されていくのかもしれません。現時点ではまずは日本国内での確固たる基盤作りが最優先というところでしょうか。次に4月14日に出演のコーチェラフェスティバル2024について見ていきましょう。コーチェラは世界最大級の野外音楽フェスとして知られ、毎年多様なジャンルのアーティストが出演します。ナンバーアイにとってはグループ結成当初から目標に掲げてきた世界進出へ向けての大きな一歩となるイベントです。メンバーからはぶちかましますとコメントが出るなど意気込みは十分のようです。ファンの間でもナンバーアイが世界のアーティストとしてどのようなパフォーマンスを見せるのか大きな注目が集まっています。ただコーチェラ出演に関しても
一部では懐疑的な見方が出ているのが実情です。というのも、これまでコーチェラに出演した日本人アーティストは非常に限られており、出演するだけでステータスとなるような存在感を誇っているわけではないからです。それだけにナンバーアイの出演がどれだけインパクトを残せるのか注目が集まっているわけですが、単発の出演だけでは世界におけるプレゼンスを高めるのは難しいかもしれません。コーチェラをきっかけとして継続的に海外での活動を展開していくことが求められるでしょう。その意味で 2B がどのような戦略を描いているのか非常に興味深いところです。今後の動向から目が離せません。このようにナンバーアイの世界展開については期待と不安が入り混じった状態と言えそうです。デビュー曲 GO との反響は大きいものの、世界基準で見た時の評価はまだ定まっていないというのが現状でしょう。コーチェラ出演も単なる通過点ではなく、真の意味でのグローバル化への起爆剤となるかどうか、そこが問われています。平野さん個人の活躍ぶりは目覚ましいものがありますが、グループとしての実力はこれから証明していかなければならない段階だと言えます。日本国内で着実に人気を積み上げつつ、世界を視野に入れた戦略的な活動を展開していくことが求められるでしょう。その過程でどのような挑戦を見せてくれるのか、ナンバーアイの今後に大きな注目が集まっています。次に批判が殺到している理由について詳しく見ていきましょう。一つ目はグループ結成発表のタイミングへの批判です。発表がジャニーズ最後の日の前日だったことや、鉄腕ダッシュスペシャルの直前だったことから、ジャニーズファンの反感を買ってしまったようです。ツイッター上では、元グループの名前使われて本人たちも辛いよね、わざわざタイミングかぶせる意味あった、といった厳しい声が相次ぎました。中でもキンプリファンからは、連会がかわいそう、置いていかれた2人が不憫、といった同情の声が多数上がりました。脱退メンバーへの非難と裏腹に、残されたメンバーへ気持ちが向けられる構図といえます。2つ目は発表の場所が東京ドームだったことへの批判。東京ドームはジャニーズの聖地とも言われる場所だけに、わざわざそこで発表する必要があったのかと疑問の声が上がりました。聖地を汚すな、ドームに呼ぶな、などの過激な書き込みも見受けられました。 2B にとってドームは特別な場所という認識がないのではないかと指摘する声もありました。3つ目は公式ロゴのパクリ疑惑です。ロゴがロックバンドザ・ボーンズのロゴに酷似していることから、盗作ではないかとの指摘がされています。パクリにも程がある、せめてオリジナリティ出せよ、とロゴのクオリティの低さに呆れる声も。デビューの肝となるビジュアルでつまずいている印象は拭えません。4つ目はグループ名への批判。ナンバーアイというネーミングがキンプリの楽曲一番を想起させるということで、キンプリの面影を引きずっているのではとの声もあります。加えてジャニーズ的なダサさを感じるという意見も。キンプリ頼りすぎ、もっとかっこいい名前ないの、と厳しい評価が下されています。脱ジャニーズを掲げながら、その色は濃厚に残っているということでしょうか。5つ目はキンプリ脱退理由との食い違いへの批判。海外進出を理由に脱退したはずなのに、国内でのグループ活動を始めたことに疑問を呈する声が多数。結局は嘘だったってこと、海外言い訳にしてやめただけ、と真意を問う声が相次ぎました。もしかして海外じゃ通用しないと気づいた、といった皮肉めいた声も見られました。6つ目は岸優太さんのジャニーズ在籍中の移籍準備への批判。ジャニーズ退所から 2B 加入までのスピード感から、在籍中から水面下で準備を進めていたのではとの憶測も。裏切り行為、ファンを騙していた、といった強い言葉も飛び交っています。あの時のコメントは全部嘘だったんだ、と岸さんの発言を振り返る声も多く見られました。さらにはナンバーアイのインスタライブでの岸さんの言動にも批判が集まっています。舌打ちやこの野郎などの言葉遣いについて、柄悪すぎ、
下凡と指摘されています。キンプリ時代とのギャップに愕然とするファンの姿が浮かび上がります。一方、このようなキャラの変化を新しい岸優太の魅力と捉えるファンもいるようですが、賛否は分かれているようです。このようにナンバーアイには批判が集中していますが、その一方でファンからは応援の声も上がっています。キング&プリンスとしての活動を望む声は根強くあるものの、3人が新しいスタートを切れることを喜び、全力で応援するファンも少なくありません。また、残ったキンプリの2人への応援とナンバーアイへの応援は両立できるという意見も、批判の声も応援の声もそれぞれに一定の理由と納得できる部分があります。賛否両論あるのは、それだけ注目度が高いということの表れでもあるでしょう。ナンバーアイの今後の活動に期待が集まる中、批判の声にもしっかりと向き合っていく姿勢が求められそうです。世界への本格的な展開はこれからですが、国内での基盤をしっかりと固めつつ、着実にステップアップしていってほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。